やぶき一矢吹い一やぶきから1909年12月16日は、日本の陸軍軍人、陸軍中将軍一等男爵、旧姓、常岡、旧名常蔵、本籍静岡県、江戸浅草で、大番組、常岡お兵衛のむつとして生まれ、11歳で、一橋家家臣、矢吹久ん、やぶきの養子となり徳川義信に仕えた。その後幕府陸軍に転じて、 フランス式兵学を学び幕府の不評差し図役主体役を務め、慶応4年1月の戸ば、伏見の戦いに従軍し負傷した。維新後、1869年沼津兵学校で、スケナリとして学ぶ。明治4年に対抗して陸軍に奉職し、同年12月、陸軍将尉、1873年2月、陸軍中尉に任官。陸軍士官学校教官。 陸軍共同団共官、公平第三大隊長、公平会議議員、参謀本部解剖局員などを務めた。1886年5月、陸軍省公平局次長となる。1887年6月、公平局長に進み、1889年11月、公平大佐に昇進。1890年3月、軍務局公平事務課長に就任し、 同年8月、公平館に転じた。1894年9月、第一軍公平部長に発令され日清戦争に出征。応力高架境を成し遂げている。1895年1月、陸軍少将に進級し、1898年1月、再び公平館に就任。1900年4月、陸軍中将に進んで、翌年7月に休職となった。 1904年10月、日露戦争では、留守第一師団長として復帰し、1906年3月には、第一師団司令部付けとなり、同年4月に休職。1907年3月2日に、予備役編入となり、同年9月21日、軍港により、男爵位を授けられた。毛腸炎と腹膜炎を併発し、1909年12月16日、皇居した。 ありがとうございます。